名古屋ドームドラゴンズにとっては今日もまたホームベースが遠くなっています。3対2ヤクルト1点リードで9回を迎えました。甲子園球場の阪神巨人は観衆5万3000人です。7回まで進んで3対2、阪神が1点リードに変わりました。6回の裏に和田と檜山にタイムリーが出まして、ジャイアンツを逆転しています。メイ、伊藤、そして10年ぶりに勝利を挙げた遠山がマウンドに上がっています。ジャイアンツの上原も6回に捕まってしまいました。小松達夫さんの解説でこの名古屋ドームのゲームはお送りしています。いや、これでもし小松さん、阪神が勝ってドラゴンズがこのまま負けてしまいますとですね、0.5 ゲーム差ってなるんですね大変なもう急接近ということになりまして、火曜日からは北陸シリーズは阪神ファンはもうね、いよいよ首位だというような声がまた起きてきそうですね。北陸は結構阪神ファン多いですからね。多いですよね、はい。1番の飯田から始まっています。そしてドラゴンズは代打しました種田に代わりまして、ショートには先ほどご覧いただいた久慈が入っています。2番ショート久慈です。バッター飯田、ピッチャーは中山。そういえばあの星稜高校の後輩のゴジラ松井選手も阪神ファンでしたよ ね、ええ、ね、そうですね、なんか掛布さんのすごいファンだったらしいですね。あ、そうですか。4球目ボール、1点差です。重苦しいムードになってきました名古屋ドーム。ヒットの数は9本のヤクルト、中日はわずかに4本。フォークボール、三振、よく打ちました。完全に引っかかりました飯田。投手陣は層が厚いドラゴンズ。ちょっと落合英二の、ね、調子が落ちてるのだけが気がかりですかね。そうです ね、ボール自体は悪くないんですけどもね、自信をなくしてるような、そうですか、感じですね。まあ、昨日の岩瀬あたりはね、本当ルーキーとは思えないような、いいピッチングを続けています。この中山もいいピッチングをしています。ただし山田ピッチングコーチあたりは少しやはり疲労のことを考えて、あまり連投連投とね、中継ぎはならないようなことも今後は検討しなければいけないということも話していましたが、ツーアウトを簡単に取りました中山。やはり先発と違って毎日ベンチをやって毎日投げますからね、そうですね、やはり投げないヒットがね、はい、作ってやるのもいいんじゃないですかね。そうですね、やはり中継ぎにもある程度ローテーションめいたものがね、必要になってくるでしょうね。野口が今日投げました。まあ、損は別ですけどもね、損はね、先発の野口が7回途中で今日はマウンドを降りました。3失点のドラゴンズ。ツーアウトランナーなしで古田、ライトへ、井上の正面、スリーアウト。中山が8回9回をピシャリと抑えています。9回の裏ドラゴンズの攻撃を残すのみとなりました。